2000年初頭まで、ポルトガルは、県、都市、そして地区に区分されていた。このうち、市と地域が自治権を持っていた。現在の憲法では、ポルトガルは、自治地域、都市、そして地区に区分されている。この区分は、経済、文化、そして人口の現状に鑑みて、幾度となく、変更を試みられた。県は徐々に使われなくなっているが、 新たな地域区分を形成する上での基準として使われている。ポルトガルはさらに欧州連合による地域統計分類単位に基づいて区分されている。1998年11月8日には本土を8つの行政地域に分割する案に対する国民投票も行われたが否決された。2013年9月12日の法律により大都市圏と 都市間共同体に分けられている。最も大きな区分として、3地域に分けられている。ナッツ2地域区分ナッツ3順地域区分ナッツ、愛よりも細かい区分として、7地方と30順地域に分けられている。ナッツ3よりもさらに細かい区分として、ラウが採用されている。ラウ愛都市ラウ2地区大都市圏は、2013年の地方政府改革に伴って、 リスボン大都市圏及びポルト大都市圏の二つとなった。2003年に通過した大都市圏の作成を促進する法律により次の大都市圏が設定された。しかし、2008年に通過した法律によりこれらは都市間共同体となり、2003年からの都市間共同体と合わせて2014年現在21設定されている。 アソーレス諸島とマデーラ諸島は、シュトリスボンから離れていることにより、1978年から、自治権を与えられている。ポルトガルの18県の11アベイロ県、2ベージャ県、3ブラガ県、4ブラガンサ県、5カステロブランコ県、6コインブラ県、7エボラ県、8ファーロ県、9グアルダ県、10レイリア県、1リジュボア県、12ポルタレブレ県、13 ポルト県、14サンタレン県、15セトゥーバル県、16ビアなどカステロ県、17ビラレアル県、18ビゼウ県、19アゾレス自治州、20マデーラ自治州ポルトガルの州区分州は、1936年から1976年まで使われていた区分である。ありがとうございます。